ベビーリーフとは、発芽50から30日程度の若い要塞の総称である。ベビーリーフを用いたサラダ養上10から15センチメートル程度で、洋平部分から収穫し、サラダなどに供する。彩りや味の異なる、数種類の葉を混ぜて売られるのが一般的である。ベビーリーフ同様、サラダ用に若い要塞の柔らかい葉を取り混ぜたものを、フランス語で、ムスクラン、英語で、 メスクラングリーンズ、イタリア語でミスティカンツァと呼ぶ。アメリカ合衆国やカナダの規模の大きなスーパーマーケットでは野菜売り場でよく見られる。もともとは南フランスのサラダである。以下の要塞が主にベビーリーフとして使われている。ただし、これらの野菜を使用しなければベビーリーフではないとするような規定はなく、若い葉を使用していればベビーリーフとみなされている。 ベビーリーフ記念日、4月8日、洋場の日登録制定日、2015年10月14日、登録申請者、MVM 商事、株式会社、記念日、由来、ベビーリーフは、いろんな野菜の新芽である洋々だけを摘み取って集めた、サラダ野菜。春が近づき暖かくなってくる頃、生野菜サラダの需要が伸びる時期であること、また語呂合わせを兼ねて、4月8日を、 ベビーリーフの日といたしました。ありがとうございます。